セドラチャンネルでーす。本日は、こちら今ね、なんか流行ってるみたいで、お風呂でウォーリーを探せっていう、こちらね、バスボムですね。バスボムをちょっと紹介していきたいと思います。なんかウォーリーを探せができるバスボムらしくて、なんだこれ、チップを20枚ぐらい、なんかお風呂に入れるとバスボムが溶けて20枚のチップが出てくるらしいですね。ウォーリーを探せのその中から、このなんていうの、地図みたいなのが入ってて、その中からウォーリーを探せができるみたいなバスボムになってます。まあ、すげえでかいんですよこれ、かなり。それではね、ちょっと開けていきたいと思います。超でかくない、このバスボム。あ、もうチーズは、あ、紙が、あ、チーズが入ってんじゃん。あー、すげえ。それチーズ、こんな感じ、チーズこんな感じです。あー、すげえじゃん、超細け。あ、待って、でかいんだ。あ、もっと大きいんだ。あ、大きいわ。あー、濡れちゃった。すげえ細けえ。これでウォーリーを探せができるらしいっすね。なんかお風呂の中でできるみたいっすね。 でかい、超でかい、これ超でかいから、ほら、超でかい。何に比べ、野球のボールよりも大きい。めっちゃ大きいよ、うん、こんな感じで比べるものじゃないね。じゃあ、はい、ちょっとね、お風呂入れていきたいと思いまーす。ねえ。いや、すごいすごい、最悪や。すげえ色。出てきて、すっごい色。これじゃない？うん、これだ。出てきてる、出てきてる。すごい青い。やばい青。なんだこの色。体に悪そうな色だ。すごい澄んだ青。超青い空。うん、めちゃくちゃ青いわ。やば。暗いもん。匂いは。ないかな。ラベンダー。うん、かな。ハーブみたいな匂い。もう、で、出せる？出せない？まだか。あ、出たじゃん。出た。あ、すげえすげえ。出たよー。開けてみて。ボックスになってるでしょ。うん、宝箱みたい。ほんとだ。うん、すごい！めっちゃ細かいやん。すげえ。これで、ウォーリーを探せをやるらしいっすね。そう。この中のやつ選んで、ウォーリーじゃねえやついる。まあそりゃそうでしょ、それを探すんだ。そうなのか。この中でこれを聞いて探すみたいな。はい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 。でお風呂の中にできますよみたいなやつ。そういうこと。すげえ。でこれで、あ、これで探すのね。そう、あ、これをお風呂の中で楽しくできるよっていうやつね。髪もちょっと普通の髪と違う、濡れても大丈夫そうな感じだね、うん、ツルツルしてる、ほら濡らして、なんかつけるんじゃない。ああ、そういうこと。うん、そうやって、ほら、全然大丈夫で、ここにつけるんだよ。いや、つかない、ちょっと無理があるかな。でもつけるわ、つけられる、つけられるね。あ、それでこう、あ、いいね、うん、これでね、お子さんと一緒に遊べますんで、うん、楽しいと思う。はい、ぜひ皆さんも、こちらで、どこで買ったの？ドンキホーテで、ね、売ってるみたいなんで、いくら？500いくら？500円ぐらい。600円近いかな。600円ぐらいで買えるそうなんで、ぜひ、ね。こんだけ入ってるのがね、めっちゃ楽しい。楽しいよね。はい、お子さんと、ぜひやってみてください。